イーダ・ヤングビスとは、タンザニア出身のスウェーデン人モデル。ヤングビスとは、タンザニアで、現地人の母とスウェーデン人の父の間に生まれた。ビバリーヒルズ・ロデオドライブのベベストアーズで2007年の、プレイメイト・オブ・ザ・イヤー、サラジーン・アンダー・ウッドに見出された。プレイボーイ氏2008年3月号のプレーメイトに、選ばれ、さらに2009年のプレイメイト・オブ・ザ・イヤーに、選出された。 アフリカ出身のプレイメイトオブザイヤーは初であり、スウェーデン人モデルとしては二人目の受賞であった。また、ヒエーリの事前活動や団体を通じて、タイトルを社会奉仕活動に捧げた初のプレイメイトオブザイヤーでもある。ヤングビスとは、フロリダ州マヤミで開催された2009年のプレイボーイーミソカパーティーで、数人の他のプレイメイトと共に司会を務めた。父親のユニセフの仕事のため、 ヤングビストは非常に多くの旅をした。彼女は英語、スウェーデン語、スワヒリ語を話すことができる。プレイメイト・オブ・ザ・イヤーとなった後、非営利の国際的シンクタンクであるエンパーメントワークスと仕事をした。彼女の役目には組織と基金の認知度を上げることも含まれていた。ファッションデザインとマーケティングの学位を持っており、経済学を勉強する計画を立てている。 5年の同棲の後、2007年12月に、ジョシュア・ール・ラングと結婚したが、ラングは2008年9月に離婚を申請した。2008年11月、MSNBC は、お気に入りのチワワをめぐる彼らの真剣争いを報じた。ありがとうございます。